俺たちのクロス衣装震えてるんだよね。あんた持ってるんだろ。カオスを倒す、それが俺の使命だ。俺も。ああ、俺も同じだ。俺はジャック。ジェード。アッシュ。なんだ、また傷が増えたな。俺の分類ではかすり傷だ。唾をつけておけば治る。俺たちはいつになったらカオスと戦えるんだ。魔物退治はもううんざりだ。名のある魔物は大体倒したよな。よし、改めてコーネリア王に要求しよう。お前たち、何とかしろよ。うん。うん。この世は暗黒に包まれている。風は闇、海は淀み、大地は腐ってゆく。しかし、人々は一つの予言を信じ、それを待っていた。この世、暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。お前たちの実力は認めよう。名のある魔物討伐の遠征を三度も成功させたのだからな。だが問題は人数だ。この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。そして持っているクリスタルの色、輝きも違う。確かに。でも大臣、重要なのは予言通りの戦士が現れることでしょうか。現実にカオスを倒すことではないのですか。私たちには閣下がそこまで慎重になる理由が分かりません。クロス衣装の戦士たちよ、一つ教えてほしい。なぜそれほどまでに危険に挑もうとするのだ。何がお前たちを突き動かしている。ここに思いがあるんだ。カオスを倒したい。倒さねばならぬ。希望や夢ではない。飢えや渇きと似た感覚だと思ってくれ。ほう。苦しくてしょうがない。いいだろう。大臣、神殿の鍵を用意しなさい。はっ。ジャック、アッシュ、ジェド、君たちにコーネリアの未来を託そう。頼むぞ。鍵は明朝を渡すことにしよう。じっくり遠征の準備を整えて町の門で待ちなさい。鍵は明朝を渡す。遠征の準備を整えたら。お前たちはこれまでの戦士とは何かが違う。期待しているぞ。神殿は闇が深く、魔物も強い。それゆえ中の様子を知る者はもういないのだ。戦士たちよ、気をつけていくのだぞ。荒々しいお顔だこと、戦場では必要なのでしょうね。でも娘たちの前ではにこやかにしてくださいね。ジャック様、アッシュ様、ジェド様、どうかこのコーネリアの民を救ってください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。
そういえばお姉様、どこに行ったんだろう。皆さんにご挨拶したがっていたんですけど。なんだ。確かセーラ姫だったか。人気だな。混沌の荒野に咲く一輪の花って感じ。ジャック、愛想よくしてくれ。損はない。ジャック様、また傷が増えましたね。すぐ治りますよ。ジャックはいい薬を持ってますからね。それはいいですね。あ、そうだ、そんないいお薬なら城の兵たちにも分けていただけますか。からかいましたね。我々に何かご用ですか。はい、いよいよカオス討伐に向かうと聞いて、お願いするなら今しかないと思ったのです。おお。二つあります。欲張りですね。カオス討伐に向かったまま戻らないお方を探してほしいんです。名はガーランド様とおっしゃいます。姫、私たちには人探しをする時間はありません。もちろんです。ただ気に留めていただいて、何かの折に。ガーランド氏の特徴は？いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。でも声はとても優しくて、とても大きなお方です。いつ旅立ったのですか？はい、それは10年前のような、昨日のような。誰も信じてくださいません。父も大臣もガーランドという騎士はいないとおっしゃいます。セーラ様、わかりました。ガーランドのことは心に留めておきましょう。ありがとうございます。ジャック様、皆さん、もう一つ、どうか無事にお戻りください。皆さんにクリスタルの祝福がありますように。今水晶が共鳴した。ああ、確かに。面倒は避けたい、忘れよう。さて、出発は明朝。宿で休むぞ。ジャック様、いよいよ神殿遠征ですね。無事のご帰還と朗報をお待ちしております。ジャックさん、神殿へ行くんですよね。自分は皆さんの旅の安全を願ってここで待っております。です。魔物たちは悪知恵を働かせて人間を襲うなんて話を聞いたぜ。ジャック、道中気をつけろよ。お、ジャックの旦那、すっかり噂だぜ。明日神殿に行くんだってな。だったらうちに泊まっていくだろう。ああ、ささ、どうぞどうぞ。戦士の旅立ちはすぐに噂になる。お前たちの失敗は王の評判を落とす。心に留めてくれ。カオス神殿は町を出て北西の方角だ。クリスタルの祝福を。
オスよ、待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。私はカオスとなる者。お前たちは何者だ？俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。顔を見てやろう。待て。俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもウォンウォン震えてる。私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて。謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。ジャックさん、お疲れ様です。あれ、お仲間が増えてますね。そのお美しい方はどこのお方でしょう。あれ、もう神殿から戻ったの？ああ、でもみんなカオスを倒したって感じじゃないね。
おう、生きて戻ってきたみてえだな。どうだ、カオスはいたか。まあ、いなかったろうな。結局のところ、カオスなんかより闇そのものを何とかしねえといけねえんだ。お、ジャックの旦那、あの神殿から無事に帰ってくるなんて、さすがだな。なあ、ネオン、ガーランドという騎士を知っているか。いや、知らない。あんたを見たときガーランドかと思ったんだ。鎧や仮面が聞いた通りだったから。私はあの闇の中でカオスになりたいと祈った。その後のことは覚えていない。なあ、ガーランドのことを思い出したぞ。セーラ姫から聞いたことがある。夢に出てくる騎士だろ。夢？私はそう聞いた。困ったお姫様だ。ああ、忘れてた。町はこうだったよな。え、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類いまれな戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ、誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？あれは10年前のような昨日のような。と、だいたい以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか。一度お目にかかっているはずです。まあよい、4人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて？この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし四つのクリスタルの輝きを取り戻さん。この世界には四つのクリスタルがある。火、土、風、水の四つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は闇、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？すべてのクリスタルが輝きを取り戻したときに、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。おうや、それはカオスはいないという意味か。うん。古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうして漆
かりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ゲド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。今後のことは私から説明しよう。君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡りプラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねるのだ。プラボカは船乗りの町だ。彼らは王の支援を受けてクリスタルを探している。目星はついたとの報告を受けている。何をしている？まず北の端から大陸へ渡り。頼んだぞ、光の戦士たちよ、我らの希望よ。皆様、どうかご無事で。クリスタルの祝福を。ありがとうございます。時にセイラ様、カオス神殿にガーランドらしき人物はいませんでした。そうですか。つまりどこか他の場所にいるのではないでしょうか。気休めですがね。いいえ、希望です。失礼ながらセイラ様、ガーランド教とのご関係は？ああ、なるほど。ジャックさん、アッシュさん、ジェドさん、ネオンさん、戦士たちにクリスタルの祝福をです。ジャックさんたちが光の戦士になるってこと？確かに4人いるもんね。なるほど、あなたが最後の一人なんだ。うん、納得。雰囲気が違うなって思ってたんだ。預言者ルカーンのやつが言ってたのは本当なんだな。嘘くせえって思ってたが、ジャックを見ていると光の戦士ってのは信じられる気がするよ。ジャック、怪我してないかい？光の戦士だからって言って無理しちゃダメだよ。お、ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？うん、それがいい。プラボカは港町よ。コーネリアの南にも港はあるんだけど、今は閉鎖中だから船は使えないの。プラボカから来たやつに聞いたんだが、黒服の男とつるむようになってから海賊連中は見たことのない船やら武器を使い出したらしい。そして探検の旅が始まった、そして探求の旅が始まった、そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中に輝きが宿っていたという。さあ旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。
俺たち嫌われてる？城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の敵を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。孫の長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？向こうにある洞窟のその奥。町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。空気が違う。まるで異世界だな。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。そう？まあ今は気にしても、そのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。行くぞ。さて、あれが海賊か。注意した方がいい。海賊に渡したくて理屈は通じない。あの男は何だ。向かってくるなら蹴散らせばいい。ビッケ船長。おお、こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。キューブ発見。休憩できそうだ。あんたがビッケか？ビッケ船長だ。キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。およ、海賊が役人代わりとは、なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぜ。面白いじゃねえか。そこまでだ。襲うべき船も奪うべきお宝もねえ。海賊稼業を上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルのありかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか？いや、何者だ？ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ。ダークエルフだ。どう違うの？エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと？
まあ、真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。ここがアストスの城だ。せいぜい気をつけろ。帰りはどうすればいい？まずは生きてアストスに会うことを考えろ。この城は恐ろしいぞ。よし、先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだろう。ダークエルフの王の宝だ。本当に隠し部屋があるなんて。ジャックが見せるあの力こそ俺たちが探し続けているものなのか。確信が欲しい。強い魔物と当たればはっきりするかも。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？素晴らしいぞ、ジャック。そしてアッシュ、ジェド。やあ、ネオン。なぜ知っている？それがダークエルフさ。ダークエルフとは。俺たちはクリスタルの在りかを知りたい。それだけだ。これは頼もしい。未来を切り開くのは君のような大雑把な人なのだろうな。賞賛と受け取っておこう。ここがこの城だ。そしてこの森を抜け、さらに進むと塔がある。風のクリスタルはその塔の頂上。森も塔もなかなか厄介だから気をつけるんだな。何か質問は？お前がカオスと取引をしたという話は本当か？カオスと取引するのは君たちだよ。カオスとは混沌の闇が意識を持った魔物。クリスタルが機能を停止したのはカオスの仕業。クリスタルを復活させたければカオスと取引をするしかない。もちろん取引というからには代価が必要で、それは君たちの命ということになるだろうね。何がおかしい？旅立ってから聞いた一番喜ばしい情報だ。良い旅を、ジャック。この前、セイラ様とミア様が声をかけてくれたんだよ。こんな庶民相手に体の心配をしてくれてさ、本当にいい姫様だよね。ああ、こんな世界でももうちょい長生きしてみるかって前向きな気持ちにさせてくれるよな。もちろんジャック、あんたらも俺たちの希望だ。長生きできる平和な世界、期待してるよ。カオスはいる。そうだろう、カオスはいるんだ。
私はここにも来たことがある。道案内はできる？無理だ、来たことがあるって思っただけだから。絶景。でもなんだろうこの違和感。歪みだろう。闇が生じる予兆だ。そういえばさ、カオスに会えたらネオンは何でも言うこと聞くんだよな。そんなこと言ったっけ？言ったよ。言った。ジャックは覚えてる？ああ、今のところな。忘れろ忘れろ、早く忘れろ。カオスか？おい答えろ、お前はカオスなのか？カオスじゃなかったか。待って。コウモリが多いな。観客かも。行くぞ、コウモリに先を越される。この塔は登ったことがあるような気がする。でも塔なんかあったかな。今、蜃気楼という言葉が頭に浮かんだ。見えないものが見える現象だ。蜃気楼の塔か、幻想的だね。ジャック、その曲いつセーラ様に教えたんだ？古い曲だ。知っていても不思議はない。どうもカオスという感じではないな。クリスタルもなさそうだ。アストスに騙された？ああ、この感じやっぱり知ってる。見てて、勝手に動き出すから。ログイン、ログイン。おう、あなた方ご主人様ですか。ずっと待っていました。転送します。転送完了。浮遊城にワープしました。上へ行くぞ。え、空の上？どういうこと？落ち着いて。さっきの塔の装置でここに飛ばされただけ。クリスタルはここの上階にあるかもしれない。それは記憶か、それともお前の願望か。どっちもかもね。ここに来た時女を見た。お前たちはどうだ？いや、見てないよ。俺もだ。幻影を見たのかもしれないな。ああ、そうか。ネオン、初めて会った時カオスなどいないと言っていたな。今もそう思っているのか？こんな旅をしていたら考えも変わるよ。
今ではここでカオスを見た気さえしている。そりゃいい。この先はカオス討伐のことだけ考えてくれ。すごく震えてる。こんなの初めてだ。カオスだ。カオスか。いかにも4人のカオスの一人。4人だと？風のクリスタルがあれば風のカオスがいる。木のクリスタルには火のカオス、水のクリスタルには水のカオス、土のクリスタルには土のカオス。なるほど、そういうことか。ついにここまで来たか。だがもうお前たちの運命は終わりだ。風のカオス、ティアマット。君たちがティアマットを倒したの？ああ、よくやったわね。あんたは？私は闇に囚われていたみたい。カオスに負けたのね。私はソフィア。よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。水晶、黒水晶を出して。こっち。ありがとう。何が起こったんだ？説明はできないわね。私はあの霧の対処方法を知っているだけ。またもや謎の装置の登場だね。何か知っているらしい。ソフィアがいなかったら私はまずかったな。どう使うんだったかな。私は記憶が消えにくい体質みたいで、断片的な旅の記憶があるの。ここへも来たことがあるわ。きっと何度もね。そして何度も死んだ。多分。私はカオスを倒したい。この思いを何とかしないと。苦しくてたまらないわ。同行してもいいでしょ？断る理由はなさそうだ。死なないでよ。いてくれないと忘れちゃうから。それはお互い様。そうだった。
カオスは実在し、しかも倒せる敵だった。それだけでも朗報だね。火のクリスタルか土のクリスタルか、方角が選べるようね。火のクリスタルを解放しよう。ジャックさん、お疲れ様です。最近風が強くって立ちっぱなしだと辛いんですよね。最近風が強く吹くようになったのは、もしかしてジャックさんたちのおかげ？だとしたら、光の戦士って本当にすごいね。これから街がどう変わるのか楽しみ。よう、光の戦士様。ん？5人に増えたのか？戦える人間が大いに越したことはないし、いいんじゃねえか？しかし、あいつの予言もいい加減だな。この風景知ってるな。そういう話はジャックが怒るぞ。過去を忘れていることには理由がある。どんな？カオス討伐に集中できる。他に何がある？よし、俺はジャック説を支持しよう。君たちはどっちを選ぶつもりなの？何の話？カオス討伐の報奨、財宝かセーラ姫か。え？聞いてない。そんなはずはない。忘れたんでしょ。商品扱い、しかも財宝と同列。セーラ姫は断固抗議すべきだな。そうね、あの城には古い考えがこびりついた汚れみたいに残ってるわ。私たちが光の戦士になれば変えられるかも。大掃除ね。ああ、俺には選べない。そうだな、姫を選べば未来の王だ。荷が重い。でも財宝もついてくるだろ。あのね、セーラ姫に敬意を払いなさいよ。ほんと。あれが火山かな。そうだろうな、いかにも火のカオスがいそうだ。匂うな。匂うというか、突き刺さる臭気。来るぞ。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。水晶を使いなさい。あんたらしくないな、ぼんやりするなんて。匂いにやられた。混沌の闇から生じる霧か。そう、あの黒い霧が人も動物もおかしくするのよ。宝箱か。あれ、こんな風景なのにあまり熱くないね。
火のクリスタルが闇に覆われているはずだ。カオスがいるんだろう。ジャック、嬉しそうだな。火のクリスタルが復活するとどうなるんだろう。だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない？へえ。じゃあお湯が早く沸くんだ。そう、強い火はより大きなエネルギーを生み出すことができる。国の発展には欠かせない要素よ。これでいく、これでいく。この熱気、意外と心地いいかも。ああ、そうだな。二人ともすごいね。いい夢を見ていた。泣き叫ぶ女、子供、血にまみれた城、怒り、嘆き、はあ、それなのにこのマリリスの眠りを邪魔したのはお前らか。火の力は渡さん、私の炎で焼き尽くしてくれよ。話したか？黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったがな。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか？率直に言って、その解釈が一番楽だ。火のクリスタルの熱波に飲まれた女、あれも幻影だったのかな。俺たちをここに転送してくれたのはアストスみたいだね。話を聞いてみる？あちらこちらにコーネリアの風景に馴染まない場所があるだろう。例えばこの塔、私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン？高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた？消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。ルフェインの忘れ物巡りは私の格好の退屈しのぎなのさ。君たちは残りのクリスタルを解放してくるといい。ルフェイン、知っている響きだけど何だったかな。思い出せそうで思い出せない。彼がアストスなのね。ルフェインのことを知っているなんて博識ね。光の戦士の旅はまだまだ続くっと。残りのクリスタルは2つだ。やってやろう、ジャック。ジャック様、お疲れ様です。最近セーラ姫がご機嫌なんですよ。なんでも夢で強い殿方に身辺警護してもらったって。もしかしてその夢の殿方って俺なんですかね。だとしたらどうしよう。結婚王様に俺が。いやー、参ったな。ジャックさん、お疲れ様です。リックス先輩の様子がおかしいんですけど、気にしないであげてください。
変な妄想に取り憑かれてしまって。お風呂に入ろうとしたらすっごい暑くてびっくりして外に飛び出ちゃった。いつも通りに沸かしたのにな。風呂から飛び出した？確かに最近火の扱いが変わってきた気がするよ。これも光の戦士様たちのおかげだ。その加護もありがたく頂戴しておこうぜ。よう、ジャック、プラボカの方が気なくせえらしい。町を海賊が仕切るなんて無理があるんだよな。早く代理の監督官を派遣すりゃいいのにな。んな余裕もねえのかね。わかる。山を登るのかと思うとうんざりするよね。うん。どうした？この感覚を表す言葉が見つからない。わかった、喪失感だ。何それ、何かなくすのか？不吉ね。さすがに寒い。高山地帯だからね、吹雪なんかも体験できるかも。ふふって何？ふふって。俺は山登りが得意なのかもしれない。たとえそんな気がしても他人の感覚かもしれないから過信しないことね。経験者は語るか。泳げるつもりで水に入って溺れたことがあるの。あれには参ったな。せいぜい気をつけよう。ああ、ダメだ、やばい。ここ嫌な予感する。崩れた。ほら、嫌な予感したんだよな。予感は見事的中したし、無事に渡れたし、いいことしか起こっていない。騒がない。人が石になってる。魔物のせいかな。わからない。でも眠ってるような顔をしてる。素敵な夢を見ていることを祈る。相手する？山道は疲れるな。着いた時の総理、同時に感じている山道を行く喜び。喜び？喜びって言った？喪失感と喜びの両方があるかと思うと、魔人や油断で何かをなくす男の姿が浮かんでくる。俺の記憶ではないことを願おう。自分を掘り下げるのはおやめなさい。嫌なものを見ちゃうから。よろしくお願いします。また一緒ですね。嬉しいです。光栄です。あなたと一緒なんて光栄です。よろしくな。よろしくお願いします。希望が叶いました。よろしくお願いします。光栄です。よろしくお願いします。嬉しい。消えてしまえ。ありがとう、ジャック。助かったよ。気にするな、忘れろ。この先に土のクリスタルがあるんだね。闇に覆われたクリスタルがね。死んだ土の匂いがする。そうね。なあソフィア、このクロス衣装って何なんだ？いくつか効果は分かったけど、全体として何？気にはなるけど、私たちには知りようがないじゃない。アストスなら知ってそう。そうだな、次聞いてみようか。やめておけ。なんで？言い方を変える。やめろ。いや、怖っ。ジャック、怒ってるのか？そういうわけじゃない。ダメのどもが残すあの漆黒の霧、あれに触れると俺の頭には過去の断片が浮かぶ。俺の過去か他人の過去なのか判然としない。それが俺を苛立たせるんだ。クロス衣装は俺を霧から守ってくれる。正体が何だって構わん。
ジャック、あとは頼む。アッシュ。ジャック、目を覚ませ。闇に巻かれるな。土のクリスタルの輝きを奪ったのはお前だね。クリスタルの精緻な震えが生み出す波動、その波動が土を歌わせ、草木を育む豊かな実りの季節。人は大地に感謝する。哀れな貴様らが夢見る、そんな季節は永遠に来ない。私がこの地にいる限りはな。我が名は、お前の名前など知ったことか。我が名はリッツ、大地の力を喰らう者なり。誰だろう。わからないな。これで。土のクリスタルの復活だ。どけ。しまった。あとは頼むなんて言うなよ。ダックスにはお前たちは頼りない。持ち上げるから、アッシュ、ジャックを引っ張り出してよ。分かってる。1、2、3。やった。過去を見た気は済んだか。どうだろうな。死なせてしまった相手すら思い出せない。誰も死んでいないことにしておけ。シェッシェ。私たちをここに転送したのはあのコウモリなのかな。助かったんだから誰が転送してくれたって構わないでしょ。さっきの地震危なかったな。大地に力が戻るってのはああいうことなんだろうね。やあ光の戦士たち、君たちは風と火、そして土のクリスタルを解放した。すなわち3体のカオスを倒した。大気は動き、火は高らかに燃え、大地は心地よく香る。あと一息だな。喝采とはいかないが我慢してくれ。何か用か。まあ聞いてくれ。ちょっとした事件だ。君たちが水のクリスタルの解放を後回しにしたことでプラバカの海賊たちが騒いでいる。強風のせいでかつてないほどに海が荒れていてね。ビッケ船長たちはコーネリア王と君たちの陰謀だと考えている。くだらん。そう言うと思ったよ。君たちがビッケ船長に会ってくだらんなどと言えば収まる話も収まらない。彼らのことは私に任せてくれたまえ。どうするつもり？エルフの長くて複雑な歴史を語り時間を稼ぐさ。だが急いでくれ。アストスは何をしにこんなところに来たのかしら。海賊の情報を伝えたいだけじゃなさそう。私たちがクリスタル以外の場所に行かないか監視しに来たとか。海賊が陸でも暴れだしたら大変だな。まあビッケ船長はあんなだけど人望はありそうだし、きっと大丈夫だよね。ジャック、
装置を確認するといい。新しい場所に行けるようになっているはずだ。ジャック様、海賊が暴れているようです。いや、陸で暴れているようなので、もう盗賊ですね。どうかお気をつけください。海賊による被害がコーネリアの近くでも出始めているらしいです。皆さんもお気をつけてくださいです。フラボカの海賊ども、いよいよ抑えが効かなくなってきたらしいぞ。あいつらがコーネリアに攻め込んでこねえように橋を閉鎖した方がいいかもしれねえな。あとは水のクリスタルね。ああ、水のカオスだ。あのさ、ジャックが怒るかもしれないけど、俺は黙っていられない性分だからさ。行くぞ。なあ、ジャック。なんだ、過去の話か。大切なことだと思わないか。だったら自分の胸にしまっておけ。俺たちの故郷はこことは違う場所。カオスを倒して光の戦士になるためにこの世界にやってきた。独り言は頭の中で言え。俺が思い出す故郷は草しかないんだよね。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋、町とか村とか俺の家とか、そういうのが全然思い出せない。まあ、うちに帰りたいな。うちが思い出せないのに変だけどさ。ちょっとみんな聞いてる？ジャックはどうして過去を恐れるの？恐れてなどいない。旅先で見る風景がきっかけで俺はどんどん思い出している。みんなもそうなんだろう。忘れていることに意味があるなら、思い出すことにも意味があると思わないか、シルク。俺たちには光の戦士になるっていう以上にもっと大事な目的があった気がする。二人はさ、何か思い出した？私は生まれや黒水晶のこと。俺はこれ以上仲間を失いたくない。生きて皆で進まないと。いや、こういう話はジャックが気にするな。やめても。ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配がする。頭の中で過去をいじり回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。売れないね、ジャックは。さすが。魔物はもちろん、霧にも気をつけろ。他人の記憶が入り込めば、それはもう自分の記憶。自分自身でいたければ。余計な情報を入れるな。やった！霧が来る！ゼド、何をする！ジャック、俺嬉しくて。あなたと一緒ならうまくやれそうで。まあ、何でも命令してくださいね。ああ、はい、すいません、黙ります。でも光の戦士になったら俺戻らないかも。こっちじゃ平民のガキですからね。ハハハハ。
平民のガキめ。残るか帰るか迷うのは後にしろ。うん。いよいよだな。ジェドの真似をして私も告白しよう。私はみんなとは生まれが違う。このコーネリアで生まれ育った。これをいつ手に入れたのかはっきりしなかったけど、今なら思い出せる。私にこれを持たせたのはアストスだ。カオス神殿の奥にいたのはアストスだったんだ。これが必要だとこの水晶を渡してきた。受け入れた私はそのまま闇に身を委ね、気がついた時にはジャックたちに倒されていた。衝撃の告白だな。長い間その瞬間を待っていたようにも感じる。でももうあまり覚えていない。胸の中にあるのはただただカオスを倒したい。きっとみんなと同じ飢えや焦りだ。最後まで一緒に戦わせてくれ。おかしな真似をしたら消す。うん。俺も覚えちゃったよ、セーラ姫のリュートでさ。これは昔から有名な曲、コーネリアではみんな知っている。だってよジャック。どうでもいい。ジャックはさ、セーラ姫のことどう思ってるの？唐突だな。でも昔話じゃないよ、今のジャックの話だ。姫個人には興味がない。だが絶対に守らねばならないと思っている。セーラ姫はコーネリアの平和とか希望の象徴だからね。姫を守るなら騎士になるのはどう？それを決めるのは王家だろ。こんな乱暴者近くに置くのはおすすめできないけどね。そういえば海賊たちが怒っているんだってな。風の力に海が負けているのね。水のクリスタルが復活したらバランスが取れて海は海らしくなるでしょうね。海らしい海？私も知らないけど。そんな海は海賊たちだって知らないだろう。どっちにしても文句を言いそうだな。ついにここまで来たか。待たせたようだな。クリスタルを返してくれ。随分長いことはクリスタルに頼らず生きてきたではないか。今さら輝きを手に入れてどうする？どうするって？返せというが、誰もあの輝きを知らない。ネオ、言い返して。世の中が混乱するだけではない。カオスが理屈を語るな。水のカオス、クラーケンに歯向かうとは身の程知らずめ。そうやってなるべく触れるようにしろ。個人的な記憶もそのデバイスに預けるんだ。経験の記憶は情報量が多い。脳に置いたままでは転送で欠落するリスクがある。
俺は構わない。大した過去じゃない。そんなことを言うな。記憶の積み重ねが君自身だ。ジャック。ここは危険だ。早く脱出しよう。やった。俺たちやったよな。ああ。海流が生まれ、淀みが浄化されるはずだ。するとどうなる？さあな。悪いようにはならない。諸悪の根源だった全てのカオスを倒したからな。どうかしたか？消えない。俺の中のカオスを倒さねばという思いが、まだ消えない。あのさ、お城へ報告に行かないか？カオスを倒してクリスタルを解放したんだ。つまり俺たちは光の戦士？そう、予言の通りの光の戦士だ。使命感が消えないということは、まだ戦うべき敵がいるということ？それとも他にやるべきことがあるかもしれない。使命感は消えないけど、やるべきことをやったんだもの。気分がいいわ。次はコーネリアで王様に報告して、その次はどうなるんだっけかな。コーネリアへ戻ろう、ジャック。光の戦士の凱旋だ。この頃はプラボカの海賊や国民の動向にまで気を配らないといけなくて、兵の数が足りていないんです。今までは魔物だけを気にしていればよかったんですけどね。ジャックさん、あんたら本当はクリスタルなんて解放してねえんだろ。風も土も何もかもみんなおかしくなっただけじゃねえか。何が光の戦士だよ。やっぱりそんなのいねえんだ。期待して損しちまった。ジャックたちは間違いなく光の戦士だよ。根拠はないが俺は信じてるよ。このどんよりした空気は空模様のせいじゃないな。私たちはカオスを倒してクリスタルを解放したわ。風、火、土、水。何が出るの？いい気分で帰ってきたらこれは何？言いたいことがあるなら言いなさい。ルカーンの予言によれば光の戦士は4人、あんたたちは5人だ。つまり偽物が混じっている。カオスのテストラという意見もある。誰が言ってるの？あなた、あなたなの？それともそこのあなた？こんなに闇を身近に感じたことはない。一体何をしてくれたんだ？ねぎらわれたいな。お城へ行こう。王様と大臣にはその義務がある。お前たちは何をしでかしたんだ。大歓迎だね。指示の通り、隠されたクリスタルを見つけ出し輝きを取り戻しました。だが
火はかまどからあふれ出し、強い風が家々を鳴らしている。水が重たくなったというものや、土の変化に困惑する農民もいる。クリスタルが本来の力を発揮しているせいでしょう。おそらくこれが世界の本来の姿。慣れる必要はあると思いますがね。城下ではお前たちはカオスの手下だという噂まで流れている。あまりにも無礼ではありませんか。大臣、無礼です。コーネリアの歴史は長きにわたって混沌の闇と共にありました。それが当たり前の時代が長く続いたのです。クリスタルが輝きを取り戻したからといって、大昔の栄華を極めたコーネリアに戻るには長い時間がかかるでしょう。セーラ、変化の時が長く続くのだと思います。その中で希望を語り、民たちの不安を和らげることこそが王家の役目ではないでしょうか。大変です。プラボカの海賊どもが現れ、町で暴れています。なんと。とはいえ海賊はそう大勢ではないだろう。早く捕らえよ。いや、討伐せよ。魔物です。魔物が町に入っています。城下は混沌としています。混沌。ええ、城門を取りよ。城の守りを固めよ。はっ。どうする。忘れたか。俺は戦うことが好きなんだ。私も少々剣の心得があります。皆さんと一緒には行けませんが、ここで家族を守ります。どうか城下の人たちを助けてください。城への協力の見返りに多少の狼藉は目をつぶってきた。海賊を使えると過信した私が愚かだったというわけか。クリスタルが復活したのは本当なのだろうな。混沌の闇は濃くなるばかりではないか。ジャックと仲間たちよ、これまでの無礼を許してくれ。今頼りになるのはお前たちしかいない。不埒な連中を追い出してくれ。頼む。この通りだ。海賊め、狙いは何だ。財宝か、わしの命か。ジャック様、戻られて大変心強く思っております。王家の方々は我々がお守りします。ジャック、失礼しまし。クリスタルの闇を払ったのに、なんで。エーラ姫の言う通り、変化の時なんだろう。人の心変わりもあり得る話だ。光の戦士だって持ち上げて応援してたくせにさ。放っておけ。目の前の敵に集結するんだ。相手もやるね。何としても倒す。戦ってる姿見ても誰も褒めてくれないんだろうね。むしろこの騒ぎ、俺たちのせいにされてるだろうな。ほんと、魔物と同じくらい人も闇を抱えてそうね。セイラ姫を見習ってほしいわ。報われないね、光の戦士ってのは。ビッケ船長。手下どもが、かわいい手下ども、闇に取られた。ああ、見た。魔物みてえだっただろう。海がすっかり変わっちまって、俺たちの居場所はなくなった。
心の中は不安、苛立ち、怒り、そこに闇が食いつきやがった。あっという間に。俺はよ、何もしてやれなかったぜ。不甲斐ねえ。何が船長だ。元気出しなよ。笑わせるな。もう死ぬぜ俺は。わざわざ殺されに来たのか。違う、あんたたちに会いに来た。この状況、アストスなら何とかできると思って探しているんだが、見つかりやしねえ。あんたたちも探してくれ。アストス、あいつは俺の見たところ長いことカオスと戦っている。アストスはカオスと取引をした。お前はそう言っていた。そうとしか思えない時もある。怒り、憎しみ、胸の中のどうしようもない闇、時々あいつから漏れ出していた。そん時は混沌の闇と同じ気配がしたもんだ。人を見る目はあると思っていたが、エルフには役立たずらしい。あいつがどっちの側なのか正直わからん。お前の目で確かめてくれ。どこへ行けばいい？アストスはどこだ？コウモリを追え。アストスの手下みたいなものだ。わかった。海賊に名ごと言われたくねえだろうが、憎むな。仮に我を忘れるな。俺みたいになるぜ。なんでこんなことになっちまったんだか。先ほどは助けていただきありがとうございました。皆さんの戦いぶりを目の当たりにした国民がジャックさんを恐れているみたいです。守られるだけのものは勝手なものです。死んだ人もいるけど、ジャックさんたちがいなかったらきっともっとたくさんの人が死んでた。なんでみんなそれがわからないんだろう。あんな破壊的な戦いぶりで何が光の戦士だ。やっぱりカオスの手下なんだろう。おかげでセーラ様もミア様も生きている。コーネリアはまだ立て直せるはずだ。ジャック、闇を払ってくれ。頼んだぞ。ここまで来たのは私は初めてね。うん、私の断片的な記憶の中にこの風景はないの。何が始まるんだろう。かつてない混沌だ。まずあそこへ行ってみよう。コウモリのいるところアストスアリッカ。行くぞ。ここは私の記憶にはないわ。白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。記憶にあろうがなかろうがやることは一つ。分かってるわ。アストスを探しましょう。ネオン、ルフェインのことは知ってるか？大昔、この世界にはコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと大きくて、ルフェインは田舎の村みたいな雰囲気。
コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところがルフェインが短期間で大きく発展した。複雑な機械や乗り物を作り、そして武器も作った。戦争が始まって長く長く続いたんだ。ルフェインの話途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大国だったけど、戦争が長引けばルフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い始めた頃、ルフェインが突然消えてしまった。消えた？うん。国があった痕跡もなかったと言われている。嘘くさい。大昔から伝わるいわゆる伝説だ。どこまで本当の歴史かなんてもうわからない。コーネリアの風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。迷惑な贈り物だ。この扉の向こう、私の予感ではアストスと会えるんだけど、どう？俺は強い闇の気配しか感じない。あら、気を引き締めていかなくちゃ。つくず。俺たちが遊んでやろう。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したから。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ？俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ？俺はどこから来た？あなたらしくないわね。本当に知りたい？俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。本当は忘却が慈悲なわけないんだ。そろそろジャックも過去と向き合ってもいい頃だと思う。記憶が混乱しているんだよな。だがきっと大丈夫。少しずつ整理されるはずだ。礼がまだだったな。助かった。ここで何をしていた？義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。
城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが、君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。また後で会おう。仕方がない、出よう。あっちか。ルフェインの忘れ物か。新顔だからルフェインの贈り物だね。魔物を詰め込んだ建造物を贈るなんてどんな連中？人柄はともかく、とんでもない技術力だな。俺たちのせいか。俺たちがクリスタルを解放した結果がこれか。どうしたの？あの感覚がなくなった。俺を動かし続けたあの使命感が。アストスのやつ調子悪そうだったな。魔物にやられたって感じとは違ってさ。訳を聞いてもはぐらかされるだろう。ああ、質問をするたびに代償を要求される。あいつは俺たちを利用している。情報という対価をもらえるなら利用されても構わないわ。なあジャック、覚えているか？クロス衣装はもうあの霧から俺たちを守ってはくれない。頼り切っていたあんたが一番危ないぞ。いわゆる自分との戦いが始まるのね。ジャックには悪いけど弱そう。言ってろ。なあ、俺たちは何をしている？この中の魔物を倒そうとしている。それがアストスから話を聞くための条件。アストスから何を聞く？あいつはいろいろ知ってると思うよ。この世界の状況とか歴史とか。俺は世界の状況だの歴史だのに興味はない。興味の対象は光と闇、カオス、光の戦士かしら？いや、アストスのことでもルフェインのことでもない。俺が知りたいのは消えた使命感の代わりになるものではないのか？ああ、そうだ。倒すべき敵の名が知りたい。戦わない俺に価値はない。そんなことはないと思う。生き方の問題だ。お前には分からん。こういう忘れ物から闇が生まれるのね。闇を作り出す理由は何だ？もし誰かが教えてくれても理解できない気がする。これでどこかの障壁が解除されたはずね。ジャック、大丈夫？ああ。心の拠り所だった使命感、それが消えてしまったんだもの。これまで通りじゃいられないでしょ。でも、ルフェインの闇はまだ生まれ続ける。俺たちの仕事はまだまだ残っているんだ。ジェドの言う通りだ。ジャック、揺らいでもいい。だが踏ん張ってくれ。俺たちがあんたを支える。綺麗。ネオンもそんな気持ちになるんだ。ジェドは黙ることを覚えた方がいい。はい、黙ります。さっきの塔で何か見た？はっきりしない。ジャックは何を見たんだろうな。ジャックに思い出してほしいこと。あの場所のことじゃないってのだけは確かだ。ジャックはこの先も戦えるの？強敵の気配感じてるよね。戦うさ。アストスから敵の名を聞くためにもな。
ベヒーボスだ。なぜこいつの名前を知ってるんだ。俺は何度ここへ来たんだ。やっと切り離すことができた旧世界だ。向こうから接続されたらかなわないからな。だから光と闇の均衡を計測している。もし均衡が崩れそうな兆しがあれば闇を透過し、それでもダメなら再創生をする。この聖地で美しいルフェインに制御不能の神秘の力は似合わない。聖地で美しいルフェイン。俺はルフェインから来たのか。俺自身が贈り物だとはな。なるほど、お前たちはルフェインの忘れ物か。待て。ルフェインの目的は何だ。俺は何のために送り込まれた。あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ。ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し記録しているだけではない、報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。島が浮いている。コウモリはあそこに向かっていったわ。つまりアストスはあそこにいる。ならば話は早い。さあ行くぞ。ルフェインはどこにあるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん、おそらく時間的にも。思い浮かべるのが難しいな。あなたが地を這う虫だとする。ルフェイン人は空高く舞う鳥。あなたを食べはしないけど、あなたの庭に糞を落とす。ひどい。ルフェインが送り込む闇とは何だ。魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。全て混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は闇に覆われる。ならば俺たちの役目は。闇が強すぎても均衡は崩れる。俺たちの仕事は、いわば光と闇の均衡を保つための調節。ああ、アストスとのご対面だ。行こう。気力が持たないかもしれない。立て直すべきかも。僕は光の戦士として世界から闇を取り除いていたんだよな。だがやりすぎたからルフェインは闇を送り込んだ。闇が減っただけではなく、光、いや希望が増した可能性もある。コーネリアの姫たち、特にセーラ姫の貢献は大きいわ。城では闇を感じないもの。セーラ姫は黒水晶を持っているはずだ。その効果もあるかもしれない。ああ、そうだったね。噴水広場で会った時に共鳴してた。でも姫は水晶をどこで手に入れたんだろう。
遅いぞ。しかし安心してもいい。これ以上贈り物は来ないだろう。クリスタルの輝きと混沌の闇、君たちのおかげでちょうど均衡が取れた。さて、どこから話そうか。まず、お前は何者だ。当ててくれ。そういう気分ではない。当ててくれ。ルフェイン人か。違う、私はルフェインではない。彼らは元ルフェインの民だ。私に協力しているが、それは打算があってのこと。本音では死ねばいいと思っている。私の魔法で彼らをコウモリに変えた。私が死ねば魔法は解ける。君たちを案内したのはそれを期待してのことだろう。君たちが私を殺すような事件が起こること。そうだろう。アストス、最初に何者かと聞いたのは俺だ。だが悪かった。コウモリはもちろん、お前の正体にさえさほど興味が湧かない。俺が知りたいのは、お前は俺に生きる目的を与えることができるのか。俺に敵を与えてくれるのか。君が望むならそうしてやりたいところだが、できない。永遠にも思えるほど長く生きるうちに、私の胸は悲しみ、怨嗟、憎悪と怒りでいっぱいになってしまった。まるで私自身が黒水晶のようだ。ジャック、今一度問う。私は何者だろう。ダークエルフの王。それだけ。ああ。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。そして生まれ変わり、帰還した。私はどちらを愛すればいいのか。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。
了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ？我々の健やかな未来のためだ。私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。稀に我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。軽症です。唾をつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか？次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか？はい。お前は帰りたくないのか？気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか、必ずだ。さようなら、ジャック。記憶を消去されているのだから、あなたのせいではない。それは分かっているのに、
憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。これからのことを話しましょう。私が死ねばここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。我々の闇が混じり合い世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。闇と感情が融合した状態がカオスです。カオスが現れたら倒してください。あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われてもその中を進み続けてください。あなたたちも私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ここは危険だ。逃げよう。役だ。お城はどうなってるのかしら。アストスとの約束だ。行こう。みんなも思い出したか。ここからは俺たちが導く。覚悟はいいな。うん。ジャック一人じゃこの先無理だろうしね。ね。私たちはそのためにここまで来た。ジャック。俺たち頑張るからな。コーネリアはどうなる。何でも守る。そ
それ以外に選択肢はない。ネオン、心配いらないよ。必ず元に戻るから。光の戦士が何とかするんだ。いけるぞ。遅かったのか、セーラ姫は。ここにはいないようだ。ジャック様、皆さん。王と王妃、大臣は民の説得のために外に出ました。お二人を見ましたか。ご無事でしょうか。いや、残念だが。ジャック様、私にできることはありますか。町は感情が渦巻く場所だ。闇と感情が結びつくとカオスが生まれる。そう考えると、この世界で最も危険なのはこの町ということになる。町を離れろとおっしゃるのですか。それはできません。私たち王家の者はこの町に残る義務があります。あなたたちがカオスになるわよ。私たちはそんなこと望んでいないの。それが定めなら仕方がありません。うん、お姉様。外に出たら起こしてやれ。逃げるしかない状況になればザレ言は言わないだろう。分かった。セーラとミアの護衛は任せる。俺が道を切り開く。後からついてこい。アシュ、俺たちも踏ん張りどころだ。分かっているジェド。ジャック、後ろは気にせず、あんたが思うように進んでくれ。あんたらがクリスタルを解放するからこんなことになったんだろ。ああ、その通りだ。お前らのせいだぞ。何が光の戦士だ。やっぱりカオスの手下なんだろ。だったらどうする。ここで死にたいなら死ね。生き延びたければ俺の仲間と一緒に来い。今更俺を頼るのか。私は疑ったことなどありません。俺の近くは危険だ。後ろから来る仲間に合流しろ。ありがとうございます。ほどなく出口か。守りきるぞ。殿方に撃たれたのは初めてでした。ああするしかなかった。一人戦うあなたの背中を見て気がつきました。私は間違っていたのだと。私とミアはこの混沌とした世の希望の光となって生き続けるべきですよね。それが王家に生まれた者の務めなのだと思い直しました。うん、お姉様を支え、皆さんの希望の光として生き続けます。皆さん頑張りましょう。力を合わせてこの苦難を乗り越えましょう。希望を捨てちゃいけないわよ。外を見てくる。俺たちも行こう。セーラ様がいれば方々がいるんだ。外はこれまでとほとんど変わらないな。
どこへ行く？提案だが、プラボカはどうだ？今はほとんど無人のはず。ああ、明暗だ。ネオン、ソフィアたちを呼んでこい。うん。セイラ姫たちは、あそこまで歩けるかな？ジャック、来て、早く！セイラ姫を！やめろ！この音楽はとても好きです。この装置ごとお貸ししましょうか？いいえ、もう覚えてしまいました。この曲をリュートで弾けるように工夫しますね。完成したら聴いてくださいますか？私はよそ者です。ほどなくどこかへ行ってしまいます。そして姫は忘れてしまうでしょう。忘れるものですか？随分な自信ですね。初めての恋は忘れないと聞いています。まだお名前を聞いていません。ジャックです。もちろん知っています。仮名を。ああ、ガーランドです。私はジャック・ガーランド。ジャック・ガーランド様。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。わかったでしょう。ルフェインが世界を歪ませ、ストレンジャーが光と闇の調整弁になっています。しかし均衡が崩れれば彼らは世界を再創生してしまうのです。コーネリアの文明も命も彼らには関係ない。何を言っている、アストス。導いているんですよ。彼らにはカオスを制御できない。だからこそそこにチャンスがある。この話をするのは三度目です。あなたが言い出したことですよ。記憶は感情の拠り所だ。感情の起伏はいとも簡単に君を魔物に変えてしまうだろう。カオスになれば帰還を諦めてもらうしかない。ベテランは貴重だ。次も帰ってこい。混沌の闇は我々が排出する物質だが、強い負の感情と結合すれば
カオスとなる。記憶の操作で感情を制御する技術は進んでいるが、カオスになれば制御不能だ。不確定要素は恐ろしい。今がその時だと思う。うん、賛成。あとはジャックに託しましょう。じゃあ最後の仕上げといこう。王家の悲劇は誤算だったが、でも今回は楽しかったな。ジャック、感情に身を任せろ。闇の中を生きなさい。ルフェイン人が最も恐れるのは制御不能のカオス。ん？何をする！闇を制御できず死んでいった。俺たちストレンジャーの慣れの果てだ。カオスを倒した時に正体を見たはずだ。そう、私たちは光の戦士なのだ。ルフェンからこの世界を解き放つために何度も何度も失敗して闇に落ち続けた。この世界に動きではない。でも今回はアストスが上手に導いてくれた。初めてみんなが生きてここまで来た。あとはあんたが闇を支配できれば。闇に打ち勝つんだ。闇は俺どんな姿でも戦え。ジャック、弱いあんたなんて見たくない。目をやめろ。さすがジャック、やっぱり強いよあんた。ああ、本当にこれでいいのかな。ジャックを信じよう。もう迷うな。ジャック、見せてくれあんたの力を。俺の力、どういうことだ。ジャック、その程度か。ならここで死んでしまえ。殺されてたまるか。ジャックは、これはやり遂げた。誇らしいよ。なぜだ。力をぶつけなさい。さもないとここで死ぬわよ。お前もか。ダメだよジャック、そんなんじゃ。いい加減にしろ。悲しいわね、その程度の力しかないの。黙れ黙れ黙れ。そんなんだから守れないんだよ。もっと力を渇望しろ。力、力さえあれば。どうして俺は。俺ちょっとやれたかな。ごめんね、痛かったよな。ああ戻すな。忘れさせてくれ。
頼む。やめてくれ。どうすればいい。アッシュ、ジェド、ネオ、ソフィア、どうすればいい。アスタス、どうする。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。導いてくれるんだな、カオス神殿に。やっと切り離すことができた旧世界だ。向こうから接続されたら構わない。だが光と闇の均衡を計測している。もし均衡が崩れそうな兆しがあれば闇を投下し、それでもダメなら再創生をする。そうか、再創生の力。違う、それだけじゃ。本当、カオスを、この世界の混沌を、すべて。19番ステーションでディコンプレス。上級調査員ジャック・ガーランドと認識。完全にカオス化している。しかしアストスからの報告はなかった。アストスめ、裏切った。混沌の闇と確認。何事だ。解析不能、神秘の現象と思われます。汚染始まります。このままでは闇の触媒で旧世界とつながってしまう。旧世界を再創生するしかない。やむを得ないか。次元結晶体を起動し再創生実行準備に入ります。ジャック、ジャック・ガーランド聞こえるか。ああ。これより汚染の始まったステーションごと旧世界を再創生する。初期化を伴うが仕方がない。ふん、何様だ。声が不明瞭だな。カオス化の影響と思われます。ジャック、繰り返せ。何様だ。次元結晶体準備完了しました。起動。起動。思い上がるな。再創生などさせない。その力ごと俺のものにしてやる。何をしている。再創生の力などお前らには必要ない。この輝き全て破壊する。なんだ。解析中です。解析などできるものか。この神秘の塊はカオスとなった俺の食い物だ。さあ、俺のものになれ。俺は最高のカオスになってやる。
混沌だな。私は闇のジーラ、負の感情、カオス、世界の闇そのもの。お前たちの絶望、力を触媒にここに権限した。オタクはいい、俺がカオスになる。世界の闇を全てよこせ。カオスになるならば、器としてたる闇を、絶望を示せ。はあ、いいだろう、その身に刻み込んでやる。どういうことだ、説明しろ。黙って見ていろ、カオス誕生の瞬間を。そして絶望を知れ。目的は何だ？足りない、まだ足りない。それは駆除すべき対象だぞ。駆除？なるほど、駆除か。いいな、世界を自由にできると思い込んでいる愚か者ども、駆除してやろうではないか。より19番ステーション放棄の指示が出た。次のステーションからの調整に切り替える。ジャック・ガーランド、残念だがお別れだ。長年にわたる貢献に感謝する。セントラルとやらに伝えろ、お前たちがコーネリアに闇を投下する限り、二つの世界のつながりは決して断たれない。そのつながりをたどって俺はまた舞い戻る。力を蓄え、必ず舞い戻る。そしてお前らの存在、痕跡、全てを消してやる。できるわけがない。今俺が手に入れた力は何だ？制御不能な神秘の力だが、我々の技術は常に進歩する。加えてジャック・ガーランドよ、カオスとして生きるならば光の戦士に気をつけるんだな。バランスが肝心、強いカオスの前には強い戦士が現れる。コーネリアのことは俺の方が詳しいようだ。教えてやろう、光の戦士などいない、ただの願望、希望、幻想。俺たちが本当に光
の戦士候補だったとはな。なるほど。おい、もうストレンジャーを送り込む必要はない。ジャック・ガーランド、何がおかしい？答えろ！嫌だね！再創生は成功らしい。アッシュ、これが俺たちの計画なんだろう。ジェド、忘却は慈悲だなどとすまなかった。とんだへりくつだったな。お前が正しかった。ネオ、巻き込んですまなかった。最後まで付き合ってくれたこと感謝する。ソフィア、ここはもう俺たちの世界だ。もうあの連中の好きにはさせない。コーネリアの心ある者たちよ、光の戦士よ、可能性を見逃すなよ。お帰り。ここはやけに闇が濃いな。まだ拡散していないんだ。コーネリア王の時代の2000年近く前だからね。闇伝いに時を遡ってジャックをここに呼んだんだ。ルフェイン人もここまでは届かないわ。機嫌が良さそうだな。面白い計画がある。何何？俺たちが光の戦士を育てる。へえ。どうやって？光の戦士はこのコーネリアで生まれる。ネオ、おそらくお前のように。なるほど。光の戦士がコーネリアの希望ならばその方がふさわしい。希望も絶望もルフェインの連中の好きにはさせるものか。ところでお前たち、俺をカオスに仕立てようなんていつ思いついたんだ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が？俺たちの記憶も断片的だった。だからそれぞれの記憶をつなぎ合わせて。まるで綱渡りさ。アストスのヒントがなかったらヤバかったかも。想定外の犠牲もあったしね。でもなんとかやり遂げた。発案者も喜んでいると思うわ。発案者？アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。
セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。それがこの水晶ですか？もちろん他にもいろいろ考えますよ。何をなさるつもりです？そうですね、例えばセーラ様をさらって逃げるとか。お父様が兵を出します。それは手強い。ならばいっそ私がカオスになってしまうのもいいかもしれません。今度は光の戦士が来ます。覚えておくさ。混沌の闇をまとった俺たちは光の戦士を待っている。奴らのか弱い光を見失わないよう闇は濃くあらねばならない。だから俺たちは世界を最高の闇で染めてやるのだ。